ツビステタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す、町村である。ツビステタール町の中心及び行政機能所在地は、ツビステタール地区である。ツビステタールの町は、バート・アーロルゼンの南西約 5.8km に、ある。町内をツビステ川が貫いており、数 km 下流川、すなわち北東で、ツビステ湖に注ぐ。この町は、 7つの地区からなる。この町は、時計回りに、北と東は、バートアーロールゼン、南東は、バルデック、南西は、コルバッハ、西は、ディーメルゼーと境を接している。1971年の市町村再編後に、ツビステタールは、コルバッハとアーロールゼンとの干渉地として成立した。このため、村落合併によって形成されたツビステタールは、大きな町ではない。 行政庁舎は、ツビステ地区にある。現在は、かつての農場の建物がツビステタールの町役場に転用されている。ツビステタールの町議会は、23議席からなる。ツビステタールの町から近い降落地は、ツビステ湖、エーダー湖、ディーメル湖、バート・アーロオルゼン、ケラーバルト国立公園がある。ツビステタールの町を、連邦道、b 五十二号線のコルバフハ。 バート・アーロルゼン区間が通っている。ツビステ地区にはカッセルからコルバッハに至るレギオナルエクスプレスの停車駅がある。ありがとうございます。